中年オタッキーです。だいぶ疲れておりますが、今週3本目の動画、行ってみようと思います。本編に入る前に、前回の動画で紹介しきれなかった、写真を1枚、いきますね。それでは、写真いきます。はい、今の写真、夢旅人さん、から、もう動画の編集終わったぐらいに、到着した写真だったんで、ちょっと、この回に入れました。デジタルカメラで撮った写真ということですけど、まあ、あの手すりのあたりにね、あのデジタルカメラらしさが、出ておりますね。はい、こんな感じでね、写真どんどん紹介していきますんでね、あの気に入った写真とか、面白い写真あれば、Twitter の DM へね送っていただければね、それと ハンドルネームを使用していいかどうかっていうのと、できれば詳細なカメラのデータ、レンズのデータ、フィルムのデータなど送っていただければ嬉しいです。もちろんデジタルも OK になりますんでね、みんなで写真をね見て盛り上げていきましょう。で本編に移っていきますけど、今日の本編はこいつ、フジカドライブ、の紹介になっていきますね。はい、それでは本編スタートしていきます。はい、このフジカドライブなんですけどもね、またいつものね、徳島の、JR 徳島線、鴨島駅前、の骨董品屋さんからこれも買ってきました。これ確か500円だったんじゃないかな。残念ながらね、セレンの露出系は完全に死んでますけどね、マニュアル撮影が可能になってますけど、面白くてね、これね、このレンズの下のところでシャッタースピード調整で、この上のところで絞り調整なんですけど、まず絞りを合わせます。でシャッタースピードを合わせます。でシャッターを切るんですけど、ワインダーが内蔵されてますけど、ゼンマイ式です。ゼンマイ式のワインダーが入っております。で、あの絞り位置をねオートのところに合わせると、こんな感じで勝手にね、シャッタースピードがオートの位置に動きます。まあ、親切な設計なんですけども、これ昭和39年の発売らしいです。レンズはね、フジノンの 28mm の F2.8 が、まあ、ハーフカメラとしてはごくごく、標準的なものがついておりますけども、ペンみたいに、最初からパンフォーカスっていうのはなくて、ゾーンフォーカス式になります。これでシャッタースピードはね、300分の1、125分の1、60分の1、30分の1バルブ、これだけしか選択ができませんが、一応ゾーンフォーカス式っていうことでね、背景をぼかした写真とかも狙ったりはできます。でこのカメラの面白いエピソードがあって、まあフジカハーフっていうのでまず出て、でこのドライブっていうのが追加されてる。フジカドライブはこのゼンマイがなくて巻き上げレバーがあるっていうタイプになりますね。フジカっていうのはね、富士フイルムが、作ってるカメラなんですけど、まあ、みんなこの当時はね、ライカの名前の真似、昔からそのライカっていうのは、ライツさんが作ったカメラでライカらしいんですね。でみんなねネーミング的にはね、例えばコニカ、コニシロップのカメラだからコニカ、富士フイルムだからフジカ、ニコンもね、ニッカとか言ってたみたいですね。まあまねっこのね時代だったわけなんですけども、まあ、でね、富士フイルムは実はねハーフ版のカメラ、これハーフ版なんですけど、
ハーフ版のカメラ出したくなかったらしいんです。なぜならば、富士フイルムはフィルムメーカーですから、ハーフ版のカメラがたくさん売れるとフィルムが売れなくなるっていうんで、本当は出したくなかったらしいんですけど、ハーフカメラが大ブームになってしまって、もう乗り遅れてしまうということで、富士カハーフっていうのを発売。で、富士カドライブも追加で発売になったみたいなんですね。で、写りの方なんですけどね、とりあえずね、作例をちゃちゃっと見てもらいましょうか。はい、では作例いきまーす。今回ね、ハーフカメラなんでね、ハーフカメラどうしてもこれね、縦構図なんですよね。普通に構えたら普通に縦構図が撮れてしまうんで、普通の横構図の写真を撮ろうと思ったら、ここ横に構えなきゃいけないというね、縦に構えなきゃいけないというね、カメラになりますけどね。写りとしてはね、なんていうの、特に特筆するものはありません。癖のないレンズと言えるですかね。で、解像力も際立って高くはないです。ただやっぱりピント合わせができるんでね、被写体によってね、ギリギリまで寄って背景をぼかしたりとか、そういう表現はできますね。これ何の花だろう。なんか花写ってるやつあるでしょ。これ1メーターぐらい、近接撮影距離ギリギリぐらいまで寄って、ゾーンフォーカスで合わせて撮った写真になりますけど、綺麗に背景ぼけてますね。こんな感じでね、遊べることは遊べますし、やっぱ、倍撮れるんでね、たくさん撮れるんで、いっぱい撮りたい人にはすごく向いてます。それで、さらにね、ワインダーつったってこれね、ゼンマイ式なんでね、だんだんね、だんだん弱くなっていくんですよ。だんだん弱くなっていく。ほら。あ、終わった。こんな感じなんですね。で、まあ、途中で止まっても巻いたら最後まで巻きます。うまいことできてますね。もう思いっきりガンガン、巻きますよ。ガンガン巻くと、よいしょ。よいしょ。ほら、早いでしょ。まあ、だんだん元気がなくなっていくんですね、くらいでね。まあ見た目も綺麗ですね、これね。調べてみるとね、結構セレンが死んでる、やつが多いみたいなんですね。で、一応マニュアル撮影もできますんで、まあ、撮れることは撮れるんですけど、できればセレンが生きた筐体がいいですね。で、修理なんですけど、これね、もう、見てもらったらわかるようにね、こう、モナカタイプでね、針側をね、剥がさないと何にもアクセスできないっていうね、構造になっておりまして、なんていうんですか、このぐらいの古さだともう針側を外すと必ずって言っていいぐらい破れてしまうんで、ちょっと強ざめになるんで、まあ取れるからいいかと思って、見た目も悪くなるしなと思ってね、このままマニュアルで撮影してますからね。で、まあファインダーの中にね、一応ね、プログラムシャッターなんですよね。ちゃんとプログラムが切れると、針が動いていくんですけど、開放の時は30分の1、5.6 の時は60分の1、絞り11、125分の1、絞り22が250分の1ということで、シャッタースピードとね、絞りがね、ちょっと連動してしまってるカメラになります。だから、とりあえず撮りたい人は、セレンが生きてるやつだになりますけど、
とりあえず撮れただけでいいっていう人には、まあ、そのオートで撮って、表現をなんか加えたいっていう人は、マニュアルで撮るというカメラになります。はい。今回の、動画は以上になりますが、このカメラ、フジカハーフは結構出回ってるんだろうけど、フジカドライブとしては結構珍しいものになります。単調のものがあったらね、もしかしたら結構ね、高値になってくるかもしれないですね。で、次回の動画どうしましょうかね。結構ね、いろいろ撮れてきてるんですけども、こいつの写真、オリンパスミュー2の写真はできてきてますし、これね、富士フィルムエピオン 210Z、 これね、APS カメラなんですけど、一応ね、期限切れのフィルムなんですけども、撮影して今現像に出してます。これが、ちゃんと撮れてたらこいつの動画もまあいけますし、あとね、映るんですのね、1600で撮った写真もね、上がってきてるんですね。で、まあ来週はまあその3つあたりから、動画を作っていくことになると思います。今週はね、ちょっとね、頑張って、動画を3本作らせてもらいましたが、まあ今の時期はそこまでバタバタやってないし、ちょっと連休もありましたんでね、体力的に余裕があったんで、動画3本作らせていただきました。またね、来週ちょっとどのカメラの紹介になるか、もしかしたら違う展開もあるかもしれませんけど、気まぐれでいこうと思います。はい。それでは今日の動画はこの辺で、チャンネル登録、丸いカメラのマーク、この辺にチャンネル登録ボタンあります。他の動画もね、お暇だったらお付き合いくださいませ。最後まで見ていただきありがとうございました。また来週になります。それでは。